ごご紹介をいいたただきまました内閣総理大臣野田芳彦でございます本日は一般社団法人になられて最初の日本経団連の定時総会という記念すべき総会にお招きをいただきましたこと、感謝を申し上げたいと思います。昨日、野田第二次改造内閣を発足をさせました。 昨年の9月に内閣を発足させてから、私どもの最優先、最大の課題は、震災からの復興、原発事故との戦い、日本経済の再生と言ってきました。これらに懸命に取り組んできたつもりでございますが、通常国会が始まり、一体改革も含めて、所見案を前進をさせるために、 内閣の機能を強化しなければいけないと判断をしまして昨日改造をさしたわけでございますさて今申し上げた大きな課題の中で震災からの復旧復興原発事故との戦いという関連で日本経団連の皆様にはまず一つ感謝申し上げたいと思います震災の関連では瓦礫の 広域処理が大きな課題であるということを、前回の評議会でもお話をさせていただいたと思います。昨年の12月22日だったと思います。おかげさまで、その後、被災地だけでは処理が不可能であるということを、多くの皆様にご理解をいただいて、自治体レベルでも広域処理のご協力のお申し出をたくさんいただくようになってまいりました。そして何よりも 昨年、お願いをしたときに、民間企業の皆様からど,こどれだけのご協力いただけるか不安でございましたけれども、焼却施設を有する化学、セメント、製紙、こうした業界を中心にです、ね、焼却についての民間企業のご協力も今、大変多くいただいております。改めて皆様にに感謝を申し上げるとともに さらなるご協力をを改めてお願いいい申し上げたいと思います原発との関連ではですね、今、再稼働、再起動の問題が一つの焦点になっています。もうご案内のとおりです。今は大井の原発3号機、4号機がどうなるかということでありますが、私どもは、昨年のような地震、 津波があっても、炉心の余裕しない、そういうことをしっかりと確認をし、対策を講じて、安全性をしっかりチェックをした上で、再稼働するかしないかを判断をするというのが、基本中の基本であります。その上で、私どもの判断禁準をまとめまして、立地自治体、そして周辺自治体の皆様にご説明をしてまいりました。その上で さらに申し上げるならば、夏場の需給の問題も大きな問題です。でも夏場の需給だけではなくて、エネルギー安全保障、あるいは電気料金の値上げ等によって国民の負担が増えるようなことがないようにする、あるいは経済活動が円滑に進む、そうした日本の経済社会の安定・発展という観点からも、 しっかりと安全性をチェックしたものについては、再稼働をお願いをしていくというのが、私どもの基本的な姿勢でございます。お願いをしていく以上は、最終的には国がきっちりと責任を持たなければならないと思います。そういう思いの下でですね、これから立地自治体の皆様のご理解を得るべく、最終的な努力をしていきたいと思います。加えてもう一つ 我がが大学のの課題、日本経済の再生があります。古川大臣も到着をされましたけれども、新成長戦略の加速と、年をにまとめる日本再生戦略、これをまとめまして、しっかりと経済対策を講じていきたいと思いますし、国家戦略会議には米倉会長もご参加をいただいております。皆様のお知恵もいただきながら、 しっかりとした戦略を打ち出しながらの対応をしていきたいと思います加えて先ほど会長から TPP についてのお話もございましたこれから現場大臣からもお話があるかもしれませんけれども高いレベルの経済連携を図っていくということが我が政権の大きな政策の柱になっています TPP については交渉参加に向けて今協議を行っているところ日中韓については 年内に交渉を開始することが決まりままりりした日 EU も大詰めを迎えつつありますこのように高いレベルの経済連携をしっかりと戦略的に取り組んでいくこと、これはお誓いを申し上げたいというふうに思います。加えて、足元の経済でありますけれども、1、3月期の QE は年率4.1%の成長と、それなりのいい数字が出たと思いましたが、 最近のさまざまな欧米での動き、直近のいろいろなマーケットの動き、足元の経済については、よく注意しなければいけないと思っています。緊張感を持って対応をしていくことを、これも皆様にお約束を申し上げたいと思います。その上で、今、国会の中では、社会保障と税の一体改革の審議が行われています。 国会の委員会での審議だけではなくて、与野党が真摯に修正協議を行って、政案を得ることができるかどうかという大詰めを迎えてまいりました。1時半から今日は、民主党と自民党、公明党3党の幹事長の会談がありました。もうそろそろろ終わった頃ではないかと。 先ほど幹事長から電話が入っているんで、多分報告があるんだろうと思います。その結果をお聞きしたいとは思いますけれども、今日は幹事長会談に臨むにあたって、この通常国会の会期は一応6月21日になっています。21日までの間で衆議院で採決できるように、環境整備をしなければならない、そのために最大限の努力をするということ。 それに必要な委員会における中央公聴会のセットについては、我々は提案をするということ、いつでも修正協議が始まってもいいように、窓口は作ってあるんで、今日からでもやりましょうという提案をすること、多分、実ったと思うんですが、いずれにしてもですね、この協議をやりながら、何としてもこの国のために、 やらなければならないことは、しっかりと結論を出すという、そういう政治をぜひ作りたいと思っています。再稼働の問題も、高いレベルの経済連携の問題も、この一体改革も、国論を二分する話ばっかりです。二分するどころか、むしろ反対をする方の方が多いことばっかりです。何の因果か この時に政権を担当することになりました。だけど、本当に国家、国民、次世代を考えたときに、何をやらなければいけないかは、多くの人が分かっているはずであります。その当たり前のことが、当たり前のように決まる政治をぜひ実現をしていきたいと思います。こういうことを言っても、私は日本経団連の皆さんに献金を求めるわけではありません。 選挙の応援をしてくくれとということも全くありません。だけど、皆さんに唯一お願いしたいのは、まさに経済界のみならず、ここにいらっしゃる皆さんはオピニオンリーダーだと思います。そういう思いで私どもは政権を担当し、政治をしようとしていることについて、オピニオンリーダーとしてぜひご協力いただけないでしょうか。私は、そののこととだけ、お願いいいを申し上げたいというふうに思います。今日の 定時総会が成功裏に終わり、日本経団連がますますご発展をされることを心からご記念申し上げて、一言、ご挨拶に変えたいと思います。ありがとうございました